コロワンです。うっかりぺです。今日はリクエストをいただいたアイドルマスターシンデレラガールズから三好さなちゃんを書いてみました。かわいいねこの子。かわいいよね。俺三つ編み好きなんだよ。くくりちゃんみたいに。三つ編みがチャームポイントなのかな。この子はゲーム好きなんだよね。そう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 、ゲーマーアイドルみたいな感じの子みたいですね。うっかりぺさんは生まれて初めて買ったゲームって何でした？まあ、親に買ってもらったのが一番初めなのだとしたら、うんうんうん、スーパーファミコンのスーパーマリオワールド。あー、年代分かっちゃうね、普通に。分かっちゃう、うん、いいよ、別に分かった。おじさんがあっておりそうだね俺はおじさんだから。あ、うん、フォロワーのために言っておくと、俺とフォロワーは結構離れてる。そうそう、割とね、離れてるねって言われる。よく言われるからね俺がおじさんでもフォロワーがおばさんとは限らないフォロワーがね、一番最初に買ってもらったゲーム、これ言ってもちょっと検討って言ったかは。それ絶対バレるやつやん。ダメかな。ハードだけでも大丈夫かな。ハードでもバレると思う。やめとこじゃこの話、はい、はい、今回もね、ありがたいことにリクエストをもらえて、ね、書くことができてすごい嬉しかった。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。もしリクエストとかあったら皆さん気軽に書いてください。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。バイバーイ。